それでしょう、例のブツは。もちろん、やっと手に入ったよ。じゃーん、誰でも浴びるとキスマになるキスースキ。師匠、ありがとうございます。手に入れるの大変だったし、高かったんだからね。はい、しっかりお礼はさせていただきます。こんなもの使って何しようとしてるのやら、無謀君も悪いよな。いえいえ、お代官様ほどでは。それに私めは純粋な愛のために使うんですから。あはははははは。これをモブにかければ中止放題。勝ちました。ゲゲゲロゲゲゲロゲロチュー。で、モブさん、うわっ、え、ごめん、フラグちゃん。うわぁ、なんですか、これ。俺のモブミ無限キス天国計画が。てか、フラグちゃん、なんともない。寝れて気持ち悪いだけで、特になんともないですね。そっか。え、あんまり効き目ないのかな。あ、そうだ、モブオさん。何？こんにちはのチューしましょう。いや、欧米か。めちゃくちゃ効いてる。ダメよ、ダメダメ。なんで逃げるんですか。なんでも何もダメでしょう。好きでもないのにチューなんて。唇が寂しいです。まずい、なんとかしなきゃ。てか、効果がすごすぎるよ。モブミにちゃんと使えてればな。もしもし、キス好きの効果楽しんでる？それが大変なんだよ。事故でフラグちゃんが浴びちゃって。あ、へえ、あ、そりゃ大変だ。面白そうだけど。面白くないよ。解毒剤とかないの？あるにはあるけど、今手元にないんだよね。まあ急いで手に入れてそっち行くからさ、それまで頑張って。この際だし、しーちゃんともチューしちゃえば。フラグちゃんとチューなんかできないよ。早く来て。とにかく師匠が薬を手に入れるまでに何とかしないと。あ、フラグちゃん、どこ行ったの。チューしませんか。え、それ一番ダメなやつ。すみません、すみません。ここじゃ目が離せないよ。かといって二人きりになるのもまずいし。そうだ、自分にチューしても満たされないです。これは抽象ね。キスなんて別に挨拶みたいなもんなんだから、寄っちゃえば。それは感覚が海外すぎ。とにかく二人ともフラグちゃんを止めるのに協力してくんないかな。了解だよ。モブ君の頼みなら全力で頑張るわ。もう我慢できません。ねえ、ちょっと、ちょそれは絶対ダメ。失恋フラグさん、そんなに私とチューしたいんですか。じゃあもっとしてあげます。チュー。誰が嬉しくてチンチクリンとキスなんかすんのよ。仕方なくよ、仕方なく。でもまあ、これでモブ君とチンチクリンがキスすることはないし。まあ、そんなキスくらいで騒がなくても、友情の証と思えば余裕しょ。ふふ、一口はダメ。めちゃくちゃ照れてるじゃないの。よかった、二人を呼んだおかげで俺がキスされることはなさそう。まだモブさんとはキスしてません。こら、なんでチューさせてくれないんですか。なんでって、そんな簡単にキスしちゃダメだって。ねえ、だってしたいんです。キスはもっと大切な人としなきゃ。モブ君の言う通りよ。モブオ君かっこいいでしょ。モブオさんは大切ですよ。え、モブオさんは私の大切な人です。それともモブオさんにとって私は、それはもちろん大切だけど。じゃあいいですよね。なんで、マニアットみたいだね。え、モブオさん近いすぎます。うわっ、戻ってよかった。ものすごいダメージ受けてるけど大丈夫。その恥ずかしすぎて消えてなくなりたいです。大変だったんだからね、フラグちゃん。あんたがモブ君にキスなんて千年早いのよ。でも楽しそうだったよ。ラッキーだね。ラッキーかな。まあ元はといえばモブ君のせいだけどね。しかもそれは黙ってて。それでレンレン、そのキス好きってもうないの。ないよ。モブ君に使いたかったのに。俺もモブミに使いたかったのに。君たち学ばないね。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ご
ごめんするよ、ごめんってフラグちゃん。